じゃゲームを開始しちゃいますか。とりあえずなるべく、まあ早めに、早めじゃなくてもいいけどクリアできたらいいな。まずでいいや、入り口にの威勢のいい人たちに話しかけよう。正門前に調査班が集まっていますね。はい、森の調査に行くようですよ。どう、準備はできたか？準備してそうだ。準備してこう。古代樹の森に礼儀への。私たちも行ってみませんか？ソンドが適当でいいか。久しぶりに使ってからわかんねえ。基本でいいのかこれ。たくさん材料はあるけど。基本の人はちょっとわかりませんね、もう私。そういうはまあ、もう雑貨でいいんでしょうか、それでいいんでしょうか、もう雑貨に。で、攻撃いらないんだけど、攻撃。ああ、攻撃もいらないことが判明した。ソロだから、いらない。これも装備もちょっと変えるか。装備変えても面白いんじゃねえ。完全にパワーつけない系だけど。着達して、あ、もう集中、完全にあのディフェンシブなやつじゃん、これ。ディフェンシブなやつじゃん、完全に。ああ、装備ちょっと、ああ、これでいいじゃん。これかな、ちょっと、そのとこくってなって、じゃあちょっと、音がなんかね、音が。はい、距離とかさ、そもそも、あ、これ違うわ。この装備にするからダメなんだ。とりあえず、大雑把なね、今はこれ使ってたのか。あれを、歴戦をエネルギーなんて呼ぶんじゃねえかな。攻撃を基本戦のベーシックでスキルやったから、その、ハンドが効ける。あ、全部こんな感じが、使いづらい。こだわる必要もなかったけど、一人でやるとすれば全然違う装備しないといけないんだ。装備をね、サボってましたね。いきなり装備から始まると、あ、装備考えてなかった。うわ、やばい。オーム。わ、いきなりスタートからつまずく。思いつかないな、装備。つかないから、まあ行って悩むことあらば、
ャップズって分かったけど、まあ、ディフェンシブにする必要ないよね。ああ何がいいんだろう、こいつの超会心とか超心、まあ大雑把に早く始めたいから何でもいいや。無属性強化じゃん、黙って、これすげー以上に、なんか必要なものってあるっけ。別にディフェンシブに立ち回るならキノコとかつける、つけとく、キノコとかわかんねえ、キノコとかなんかいいのかな、まあ、つけとこう。いきなり準備してなかったわ。ソロ用をそもそもソロ用なんてなかったな。準備早くにどうしよう。好きなソロ言っちゃ好きなソロ言っちゃ好きなソロ言っちゃ。バットとか好きな挑戦者とか連プレスアームってそもそもすま根本的に連プレスアームってさ攻撃つけるやつじゃね。連プレスアームってそもそも攻撃つけるならいらないね。 Y Y の方がよくね、うん、で変わったところだけいじると。あ体力ってが減った。あ、集中挑戦者違う違う、無益無益無益で、あー変わるんですけど、怖いから。あ体力と早めにどうしよう、配分をっていうとこだな。なのここどういうこと、装備の回避性能と待つの回避距離だよね、これも距離だよね。あえコイルが性能が5になってんだけど、なんでこれとは性能またすでの次のが5になってんだけど、なんでえなんで5になってんの、この性能。まあいいんだけど、なんでか5になってくから、まあ Y つけると あれ Y つけると性能アップするんだこれ。でも何かの見間違い、体力とあれの見間違い、まあいいや。セーフィーとかつけるか、セーフィーとかつけるか、セーフィーとか。早食い。キノコとかも面白そうか。アンドラでカバーでいるよな。待って、すまん、いきなりこっから始めて申し訳ない。ああすまん、なぜだ。いや、回避距離、距離は分かったんだよ。距離はさ、距離は3になったのが分かるんだけど、なんで性能は5なの。なんか間違いでしょこれ、性能が5。あ、回避の5石ってこれつけてるから性能が5になってんだ。これぬるぬる回避するパターンのこれ。え集中、まあいいか、集中があって、ああ元々の装備ね、ああいいやこれ、ちょっともう新たな戦いだから、ああ新たな戦いだから、いやー忘れてる部分がある。うん、とりあえず
通の場所で行こう。サインなしで行こう。サインなしはできないから。だからといってこのあ、サインがないパターンやばいじゃん。青い青いじゃん。青すぎてやばい。ほぼ。始まんねえ、ゲームが始まんねえから。頭はどこだっけ。頭はあれどこだっけ、どこだっけ。頭のプレイヤーの頭のプレイヤーの外のあれ書いてねえじゃん。プレイヤーの帽子のあれってどこだっけ。あれどこだっけ。あれないぞ。は？あこれ違う。あれあれ書いてねえ。あいいか。あもうあれもう重ねにと。ああったあった。シリーズなんで。新シリーズなんでね。ちょっと何も足りないことがあれば。よし。かなり手間取ったけど。かなり手間取って泣いちゃったけど。いきなり手間取るっていう。装備で迷うっていうのは。まあやってみましょう。はい、行きましょう。準備はできたか。行ってみます。よし、行ってみるぜ。とりあえずどんな感じになるか。ほとんど俺歴戦王からマルチだからね、ソロでクリアしてないから、多分本当の難しい方になったらつまずくと思うよ。歴戦王はソロではマルチでクリアしてるばっかりだから、どこかでつまずくと思うわ。どこでつまずくんだろう。つまずいたらもう俺、ま、ワールドよりも早めにクリアできればいいな。まあ、なんとか2週間以内にクリアしたい。10日以内とかでクリアしたい。1日4時間ペースだと40時間50時間。古代樹の森に礼儀へな。その理由は不明。目撃情報を仕入れてきました。案内します。行くか。受付場に早速痕跡が。ここに来ているのは確かなようですが、今日の森は少し様子がおかしいような。ひとまず行ってみましょうか。古竜渡りの調査も一旦落着。長い調査に区切りがついたんですね。次は何を調査するんだろう。楽しみです。今日の森は随分と静かですね。どうしたんでしょう。鳥一は虫一匹見当たりません。何かに驚いて隠れているのかな。いないな。確かに痕跡は西へと向かっていますね。
次の調査はどれくらいかかるんでしょう。私は最低でもあと10年は残ろうかと思っています。次の古竜渡りは10年後にあるのかないのか、それを確かめないと渡りの調査になりませんから。一騎団の方々もそのつもりだそうです。アプトノスの姿も見えませんね。よし、方向は合ってます。この先ですね。それと、実は私、調べたいことがあって、新大陸に来たのも、それが理由の一つなんです。そう、ずっと聞きたかったことが。あなたはどうして新大陸に来たんですか？と、この辺りですね。その話はまた今度。行き止まりってことが、確かに変だよな。ここにも痕跡が。何か聞こえませんか？風の音？いえ、違う。これは歌声。海の彼方にレギエナが行ったってことなのか。で、この大陸入れてくるってことでいいのかな。一同、揃っているな。これより作戦会議を開始する。今回は私の一存で、連絡の取れた一騎団調査班、そして各騎団長に集まってもらった。知る者もいる通り、
先日レイギエナの大群が海の遥か沖へと向かう現象が確認された。これについて説明を。はい。そもそもレイギエナには生息地を離れ遠距離を移動する習性はありません。彼らがなぜ海を渡ったのか不明です。今のところ考えられるのは彼らの生態自体に何らかの変化が生じたか、あるいは彼らの生息地、つまりはこの新大陸に彼らを惑わす異常が生じたか。海の向こうか。総司令、どうしました？いや、何、皆の意見を聞こう。その顔見りゃ分かりますね。意見を聞くまでもないんじゃ。さっさと腰を上げましょう。こっちはもう待ちきれないのよ。よし。これよりレイギエナが一体どこへ向かったのか、その調査を取り行う。そう来なくては。総司令、レイギエナが向かった先には彼らが上陸できる陸地があるはずです。例えば島とか。うん、船で。いや、距離が不明なら気球。私たちには空がある。三機団の気球か。それなら遠距離から陸地の視認も規模の確認も可能だな。よし、派遣する調査員を選出する。お前はここに残り皆を守れ。物資班と技術班は一部同行。陸地を見つけた場合拠点の設営は必須と心得ろ。5機団は各自準備完了次第司令エリアに集合してくれ。空を行ったその先に何があるかは分からない。だが星を知るべに進んだ青年のように我々も進もう。それでは我らに導きの青い星が輝かんこと。以上、解散。マスターラック。マスターラック。新たなる出発の時、準備ができたら司令エリアへ。まず装備変更、あとお供の装備変更したい。お供の装備変更してもあるのかな。ああ、ここから無理か。お供の装備は無理か。至急普通に猫に変えるわ。普通に変えるわ。何かの重ねだったな、これ。何かの、あの、あれか、レーシェン。来たな、ゴキだ。重ね、よろしくな。え、重ねに作れんの。え、重ねに作れんの。重ねに装備って書いてる。素材を手に入れればできるってことが。え、あ、装備だ。装備によって重ね、試着、これだ。
が顔はいらねえわ。そもそもそれぞれのあれがあればできんだこれ。マジていうかかっこ俺重ね着コレクションとかあんまり気にしてなかったわ。どうしよう、ヒルドクロスとかさ、すげえ簡単な衣装にするか。すげえ簡単な、なんかすんげえシンプルなやつにしない？ヒルドクロスとかオリジンとか。あ、オリジンでもいいんだけどね。オリジンでいくか。シーカーでもいいけど、シーカーあれでもシーカーないじゃん、作れねえじゃんシーカー。まあいいや、カスなんかチケットが必要な。これギルドクロスとは作れない。あ、これもちょっとフリケードだ、フリケードオリジンでいいや。オリジン作れる。ああ。なんとかチケットってある。え？ 4 個しかない。チケットって。ああ、取っとけばよかった。この時のために。っていうが、そもそも4つでいいじゃん。え？すまん。あ、これもう持ってんじゃん。持ってるものはいいってことだ。持ってない人のために作れるってことだ。びっくりしたわ。装備もさ、俺もちょっとよくわかんないまま持ってるけど。あ、オッケーオッケー。あ、違う違う、これお供の装備を変える。そういやよ、クラッチクロ。それじゃあな、覚悟はできたか？装備強化。あ？何これ？え？まだこれ進化するってこと？ちょっと待って。なるほど、多すぎてやばい感じ。お供の装備。覚悟はできたか？ドバスルしてしまうシステムになれるために。お装備のお供の装備。あれ、覚悟はできたか？お供ってさ、いや、もうこれさ、正直さ、普通の装備にしてんだけど、どうやればいいんだろう。お供の装備ってどうやってやるの？キャンプまでがみんな無理なの？キャンプでやな、音の装備。あ、わかった。あれだ、マイハウス。音のマイハウス。シンプルなやつに変えます。もちろんで。違うキャラクターになっちまってるわ。俺もね、やっぱりギエナってことでギエナ猫でいいんだね。いや、猫の顔が見たい。すげえシンプルなレザー猫ちゃんですよ。で、武器ぐらいはなんか、何これ、見た目重視。あ、違う、これ身だしなみってあれ、いやいや違う、
初期の顔に挑発にしただけ、うん、キャラメイク選手権めんどくさいから、うん、キャラメイク選手権が面倒だったから、ただ初期の顔に挑発にしただけだね、だけなんだよ。これさ、重ね着やればいいじゃん、1個ずつやればいいじゃん。ギルドクロスシーカーとかまでいいよ。すげえ一番シンプルなので俺はこれでいい。着色をすればいいんじゃない。そう何かを間違えると言って重ね言いませんって、この重ねなのに色変わんのか。いや、デフォルトからさあ取ってもまあ、結構準備します。できたな、いろいろ。新たなる出発の時、準備ができた。指令エリアへ。もう飯食ってくるわ。指令エリアに行くわ。さあ、行きますか。さて、いや、では後に。準備できたよ。さて、行くぞ。さあ、始まりますね、うん、まあ、クラッチクローは、まあ、ちょっとベータ版で違ったからなんとなく曲がるけど完璧じゃないかもしれない、やりますか。
ディランゾーさんのところだ。喉にいたぞ。間違いない。はい、雲がエーゲーナの進む方向へ流れていました。その日の風は北西に吹いていたので。相棒、準備は。五騎団の旗みたい。幸先がいい。はい、みんなの背を押す追い風です。随分経ちますが、小さな島だと見落とすわ。目を凝らしましょう。はい。はい。レイゲーナね。どこにどうして向かってるんだ。島があるかもって話よ。島か。新しい発見がありそうだな。地を取り直すわ。あんたたち中へ。さすがは相棒、賛成です。気球を下ろせそうな場所を探してきます。この寒さ、なんとかしないと。凍りついてしまう前に、ここにキャンプを作りましょう。ついでに着替えませんか。総司令が手配してくださったんです。これでいいね。着替えてもまだまだ寒い。すごい場所です。それじゃあ気球を下ろせそうな場所を探しますか。
段差になっています。気をつけて。気をつけてください。唐辛子でホットドリンクを作りましょう。寒さ対策にはこれが一番です。この先に広い場所がありそうですね。あった。ここをくぐってみましょう。電気の世界。レイギエナの痕跡、やっぱりこの地に。あのヒレのような足跡は新大陸でも似た痕跡を見たことがあります。明らかに大型モンスターの痕跡ですね。初めて見る痕跡ですね。攻撃できれば。バット中でもスリンガーが使える。
台所を見極めろよ。キャンプに戻るか。これさ、氷耐性って氷の耐性つければあれいいんじゃね。景気がすんだけど、俺間違ってんだろうか、なんか間違ってんだろうか。打ち消しまつりだな。まつりだ、打ち消しまつり。氷の耐性をつける。今あ氷マイナス12じゃん。これこの装備って今気づいた。氷耐性って確か作ってはいたけど、氷ってもう、あ12じゃ無理か。一応つけては見るよ、つけては見るよ。多分無理だと思うけど、8か、せいぜい8か、せいぜい8か。飯食えばなんとかなるか。
し。よし、これで反撃開始。温泉で温まれば寒さに適応できそうだ。体力も回復できるかもな。体力。温泉あんのかな、こっち。待って。こっち温泉？温泉ってどこにある？行こうぜ。太郎も出るな。あさってほしい。が起こっているときは無理せず離れることも考えろ。
何も持っていけねえよ、まだ。基本が多すぎてやべえ。外すのがわかんねえ。まあ、まだ使わないんじゃない、そんなに。使うかないよ。多すぎてわけわかんなくなってる。これを外して。ホットドリンク。新鮮のホットドリンクを投入だ。そして、新しいところにどっか作ろう。マイセットの、ここ、25番を使おう。マイセット25番が、新しい戦いだ。あれ、いつも間違うんだけど、こっちか。ノルボノームでいるんだ。ブラントトス倒す。陸上戦、足が見えてる状態の方が、
そこにいたのは何、元気だったな、もう鳥たちは。俺を助けてくれたのは。よし、行こうぜ、行こうぜ。鶴草使うかもしんねえな。あ、どこ行った。やつはどこ行った。それホットドリンクって俺飲んだっけ。飲んだよね。
放出する。こんな時はホットドリンクを使えよ。温泉。温泉じゃない、マシ。聞いてみよう。